こんにちは、オートウエストエンドです。今回はずっと動画に登場してきてはいましたが、紹介をしていませんでした。このポータブルのジャンプスターターですね。バッテリー上がりの時にジャンプスタートをするためのこの工具を紹介していきたいと思います。バッテリーの調子が良くない方、そして実際にね、バッテリー上がりで止まってしまった時に、 他の車に助けを求めなくても自分でジャンプスタートができるこの便利なツールを今回は紹介をしていきたいと思います僕もオルタネーターの調子が良くなくて発電機ですねなので走行中に バッテリーが上がるという、走ってる間に <laughs> バッテリーが上がって車が止まってしまうということが今まで2回ありましたこの BMW X5 を普段乗っているんですがそれを購入して1年ぐらい経つんですがその中で2回両方とも JAF のようなサービスこちらカナダのバンクーバーにあるんですが BCAA という名前ですねそこのメンバーシップになると助けてくれると ただ自分でね、毎回そのサービスを呼んで30分とか1時間とか待たなければいけないのでバッテリー上がりぐらいだったら自分で直したいということでこのツールを購入しました。それでは実際にどうやって使っていくのかをこのま机の上なんですがご紹介していきたいと思います。 とりあえずこのブースターケーブルと本体を接続しますそしてこのジャンプスタートのやり方いろいろね順番を間違えてしまうと結構そのバッテリーを痛めたりこのポーターブルのジャンプスターターを痛めたりとかいろんなあのー、悪い弊害が起こってしまうのでちゃんとマニュアル通りにやっていきたいと思います日本語表記もありまして便利なんですがただこの翻訳があんまりね 理解できない部分が多いのであとねこの後ろもお買い上げいただけどうもありがとうございますと、えー、ありがとうございますという感じですなのでちょっと英語の方でおそらく作られたと思いますのでそっちの方を見ながら、えー、順番にやっていきたいと思います本体をオンにしましてこのブースターケーブルをつなげた状態にして そしてこの100%残量があるとなっていますがマニュアルには60%以上残量がある状態でジャンプスタートをしてくださいとありましたそして2ヶ月間以上充電をしていなければその場合も充電をしてからとのことでしたはいそれではこちらのブースターケーブル赤と黒それぞれプラスとマイナスはこれはもう基本的に原則この色の割り振りになっています そして赤のプラス極から車のバッテリーにつないでそして黒のマイナスをつなぎますそうしますとこのツールの方のディスプレイにいろいろメッセージが出てきます逆につないでしまっていたりとかバッテリーの残量こちらのツールの方のバッテリーの残量が少ない場合はエラーメッセージとかが出てくるようです正しく接続されていればじゃん スタートレディーと表示されるようですそしてそれに続きまして、プレスブーストボタンと、ブーストボタンを押してくださいというメッセージが出るので、そのボタンを押していきます。このディスプレイの一番左下のボタンですね。今これは電源オンのボタンをつけていますが、ディスプレイの左下のボブーストボタン、こちらの今から指さす、ここですね。このブーストボタンを押します。 そうしますと30秒間だけこのジャンプスタートモードに入るということなので車のに戻りましてそしてこのエンジンのキーを回すもしくはプッシュスタートのボタンですねそれを押してジャンプスタートを試みます 手順としてはつなぎ方さえ間違えなければつないだ後本体のブーストボタンを押してそしてエンジンをかける動作をするだけですのでそんなに難しいことはないですね無事ジャンプスタートができましたらこのブースターケーブルをこのツールからまず抜きましてその後に車のバッテリーから割り口2つを抜くという手順になりますそして注意事項なんですが 無事ジャンプスタートができましたらこれも30秒以内にこのブースターケーブルを取り外すようにとのことでした30秒を超えてもつないだままだとこのツールを痛めてしまうとのことです電流が逆流したりとかするんでしょうかねそして ジャンプスタートをしようとしてエンジンがかからなかった場合そのまま立て続けにキーを回して試すのではなく10秒間最低空けてくださいとあります。そしてその試す回数も制限があって10秒間開けて試してそしてまた10秒間待って試すその3回連続で試したあとは2分間インターバルを開けなければいけないと。 注意事項にあります結構この <laughs> 時間制限がいろいろなステップで関わってくるのでちょっとねこのバッテリー上がりのになっただけでも気分がそわそわすると思いますがその状態でこの時間をちゃんと守ってできるのかなこのマニュアルは常にこのポータブルの持ち運びのケースにね 入れておかないといけないなと思いました。といった感じでジャンプスタートに関しての手順はこのような感じになっています。そしてこのツールのスペックなんですがこのマニュアルにも大きく1 5 0 0アンペアと書いてあります。このピークアンペア一番最大で流すことができる電流の大きさこれがこの ジャンプスターターーを選ぶ目安となります大体いい Amazon には 800A から 1000A とか1500これが1500ですね今ちょうどマニュアルのスペック表を出していますがそして大きいものだと 2000A ぐらいまであります 800A があればガソリンエンジンで7リッターそしてディーゼルエンジンで5 5リッターまで対応できるとあるので 基本的にそれで十分賄えるんじゃないかなと思います。僕の BMW X5 も 4.8L なのでそれで十分じゃないかなとも思ったんですがこの 1500A が、まあ、レビューが高くて使いやすそうだったのでこちらを購入しました。映像の方は別紙のペライチの注意事項を映しておりますがちなみに僕の 1500A のスペックを見てみますと ガソリンエンジンでは8リッターまでディーゼルエンジンでは6リッターまで対応しているとのことでしたまあ800アンペアと比べてそこまで大きな違いってないんですねという感じで使い方ご紹介しましたが実はジャンプスターターとして僕はこれを幸運なことにまだ使ったことがありませんそして実は違う方法でたくさん使っております その紹介をしていきたいと思います。というのは、このツール、他に機能がいくつかありまして、それが結構便利なんですね。それを今、この横向きに上側を映しておりますが、いろいろ接続するポートがついております。この一番右からご説明していきますと、これは充電用のポートですね。 コンセンセトからの給電電ででで5時間でフル充電ができます。そしてこちらが付属のシガーライター用の給電のアダプターそして今次に移しますこちらの方がコンセントから給電する場合に使うアダプターですちょっとねこのスペックちゃんと写せていませんが 15V1A のアダプターになります そして続いてこの真ん中の2つこれは USB になりますこちらの右側は普通の USB いわゆる5 v 2アとか 2.4A とかでしたかねそしてこちらはちょっと電圧が高め 9V まで対応しているのでクイックチャージとかあと車の中の冷蔵庫とか USB で動くタイプのものがあればこれで給電できますそして 結構僕が使っているのはこのシガーライター用の出力端子で。今手に持っているこのアダプターは実は一緒については来なくてアリエクスプレスとかだったと思います。それで別途購入しました。これでシガーライターで動くもの。例えば僕がよく使うのはこのインフレーターですね。タイヤの空気入れ。 これはシガーライターで動くものなんですがエンジンをかけなくてもこのポーターブルのジャンプスターターから 12V で給電をすると本当に手軽に10あの空気を入れることができます。あとプールとかで使う浮き輪とかテントとかねそういったところで使うあのエアーベッドとかもこれで空気を入れれるのでとても便利だと思います。とは言っても60% の残量を下回ってしまうとジャンプスターターとして使えないので <laughs> そこはまあ気をつけながら使わないといけないですが空タイヤの空気半分ぐらいしか入っていない状態からマックスで入れた時でだいたいこのポータブルバッテリー10%ぐらいの残量を使いましたはいそしてこちらの LED ライトも結構使えまして 僕が前にバルクヘッドの修理をしたときですね、この地下駐車場、すごい暗くて、撮影もね、ほんとままならなくて、見にくくて申し訳ないんですが、こんな感じで、このポータブルジャンプスターターの LED を使いながら撮影して作業をしていました。まあ、本当にめちゃくちゃ明るいかと言われればそうではないんですが、GoPro 用とかのライト、LED ライト、 ツーしていますがそういうのと負け引けを取らないぐらいちゃんと明るく光ってくれますいざという時にもね使えて便利だと思いますバッテリー自体の容量は 28,000mAh とのことなので割と大型のバッテリーパックを持ち歩いているような感じですね重さも割とずっしり感があるので常にカバンに入れて持ち運ぶっていうのは結構辛いかなと なので車にまあ本来の目的のように常に置いて積んでおく常備しておくのがいいのかなと思いますということで今回はポータブルのジャンプスターターをご紹介しました結構バッテリーパックとしても利用できるので普通にそのいざという時だけではなく活躍してくれるツールだと思います そろそろバッテリーが弱ってきたなとかオルタネーターの調子がおかしいっていう時にもこれがあると安心感が違うので僕の車のオルタネーターの調子が悪いと見るや否や速攻でこのツールを買ってしばらく使ってきました。 やっぱり買う決め手となったのは、この JAF のようなロードサービスを結局呼ばなければいけなくなってしまって、で、それでやっぱりありがたいんですが、30分とか1時間とか路上で待たないといけないんですよね。それで他の車に助けてもらえばいいんですが、なかなかね、そのすいませんっていうのもあれだったので、これやっぱりポータブルであったら便利かなということで買った感じです。 この特定のブランドに限らずいろいろ出ておりますが僕がおすすめするのはやっぱりこういう LED がついていたりバッテリーパックのように携帯を充電したりとかシガーソケットで動く機器を使えるそういった機能がついているものを選ぶといいのかなと思いました今回の動画が参考になったという方はいいねボタンを そしてこういったツールの紹介動画また見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いいたしましょう。